どうも、VIP です。やってきました。VIP です。よろしくお願いします。VIP です。ということでですね、本日、エキサイティングプレイヤースカウト追加20連です。はい。なぜ20連かって、そうです。前のね、動画でね、暴走しまして、40連目引いたんですよ。で、何もなくて、で、今日50、60引こうと思います。はい。もう、柳田選手取りに行くためです、これは。もうね、40連目まで引いたら、50連目、60連目、行きたくなるんですよね。例えば、V ロードで皆さん、最後の日本一決定戦あるじゃないですか。あの日本一決定戦7試合中4回勝たないといけないんですよ。体力満タンの状態で挑んだとしましょう。日本一決定戦は1試合30スタミナ消費するんですよね。なので3回しかできないんですよ。で、あと1回終わればストーブリーグ引けるのに、あのもどかしい感じ分かります？だから1エナジー使って、で、あと1試合終わらせてストーブリーグ行くみたいな感じあるじゃないですか。あれです。なので今回ね、もうサクッと50連目60連目追加いきたいと思います。はい。ってことでですね、まあわよくば50連目でギータか小林選手が出てほしいですね。僕はね、もうこの2名に絞ってます。もういいです、他のメンバーは。まあね、僕あのいつもね、動画撮る初っ端の10連目はいつも S 出るんで、今回も多分出ると思います。いきます。はい。あー、しゃあ、あるよあるよあるよ。うん、ここね、何もなかったら寂しいですからね。よっしゃあ、来い来い、10連目から来い。いや、50連目やけど。あ、まあないか。そうですよね。いや、きついっすわマジで。エキサイティング、ほんまに。もうパッといきます。 A すら出ない。はい、竹翔。まあほんまにガチャ運なかったっすね、今回のエキサイティングは。第2弾期待しておいてください皆さん。いきます。あおるね。割れないパターンちゃいますこれ。あー、割れた。はい。ということで、柳田選手ゲットしました。はい。ってことでですね、今回のエキサイティングプレイヤー最悪な結果です。うん、個人的にはね。はい。なのでリアタイで鬱憤晴らしたいと思います。はい。ってことでですね、今回はもう本当に普通のリアタイやっていきたいと思います。次回からはちょっとね、巨人純正でどこまで勝てるかとかやってみたいと思いますけども、すごい久々なんで、ちょっと今回も勝てるか分かんないですね。お願いされてます。はい。いや、なんかこの感じ久々っすね。今までちょっと、今までというか最近リアタイの動画全然上げてなかったんでね、もう本当にリアタイとはちょっとかけ離れた動画を投稿してやってましたんで、ちょっと頑張りたいと思います今回は。うん、本当にね、ただエキサイティング本当に引き悪かったっすね僕今回。てかエキサイティングいつも引き悪いんですよ僕。エキサイティングに嫌われてます、すごい。はい。本当全然打てない。吉見選手意外と難しいな。ツーシームとスプリットかこれ。うん、あ、もう今日ツーシーム全然変化量ないっすね。変化量なしを。うん、え、審判真鍋さんでしょ、白井さんか。もう全然変化ないし、しかもなんか親指ちょっとぬめってる。なんやねんぬめってるってね。次狙い球です、絞ってます。落ちて、あー、やばいやばいやばい、ほんまに打てんくなってるんですよ今日。打率一応5割5分5人あります。はい、いろいろやってるけど5割5分5人はあります僕。廃れてはない。うん、だから打つ。入ったでしょこれ。よし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 。今のはスプリットをマジで狙ってました。マサティカ、マサティンカーベル、ピーターパン、ネバーランド、都市を取らなくなった子供たち。何を言ってんの俺は。俺は何をパッと言ってんの今。急思いついたことを口に出したけど今。なんでネバーランドが出てきたんや。さあ集中。おお、え、そんな球も持ってるのね、ヨシミ。やばい、むずいな。意外と意外と難しいですヨシミ選手。はい。まあ僕がリアタイやってないだけかもしれないですけど、ちょっとなぜか顔が似すぎてます。ダルビッシュ投手、結構ねダルビッシュさんって打たれるんですよねやっぱり。なので中継ぎを常に準備してます。はい。多分ね、大谷選手もそうですけど、ダルビッシュ投手も今回のアップデートですごいやっぱね、弱くなったっていう言い方はちょっと申し訳ないんであれですけど、弱くなりましたね。次もう一回ストレートいきます。これ配球ね、結構この配球いいっすよ。ほらね、
この配球いいんですよ。絶対シンキングファースト来た後って絶対ボール球に投げてくると相手は勘違いするんで、でここでこの辺にスプリット落としますなら打ち上げるかな。え、うまっ、ゴーン、ビッグフライトのサキさん。なんで人でやってんねん。このビッグフライ大谷さん企画っていうのもね、僕ちょっと考えてるんですよ。はい、っていうのは大谷さんで1試合どんだけホームラン打て、あ、やばい、もうやっちゃったマジで。はい、もう全然集中できてない。負けそうです。はい。なんかね、親指がねちょっとね天下一品の床みたいになってます。なんでやろ今日。あ、えぐいえぐいえぐい。どうしよう、投げる球ないんですけど。なるほど、さあ何を選択してくるか。振らないと、これ振らない方結構きちいな。これは、あ、振った。いやこれけどセーフなるで。危な、あー、どうしようかな。相手の方結構あれやな、こんなん持ってきそうやもんな。よしよしよし、取れるよ取れるよ、ナイス、よしよしよし。ちょっと集中します。やばいやばい、球を絞らないといけない。初球ツーシーム多かったんでツーシーム狙います。よしよし、で次スプリットでしょ。いや裏返ってツーシームかな。やば、負ける負ける、ほんまに負ける。もう何してんねん俺ほんまに。よしよしよし、バッティングカウントよ。これホームラン行きたいよ、運ぶよ。とうとこ走るよ。あー、ちょ待って、今度歌ってるから今狙ってたのに。よしよし、ちょっとふざけないです今。うん、ちょっとふざけない。やばやばやばい、代打ビッグフライ大谷さん、あぶねえ。ちょっと待って、目めっちゃしみてる、何これ。宮崎選手ちょっと変えようかな。逆境出て、逆境。よしよしよし、危ねえ、振りそうやった今。よしよし、ちょ通信マジで変化量なさすぎでしょこれ。次が3球目。うわー、もう、え、ちょマイナス 1? マイナス1や。危ねえ、めっちゃ気は、え、コントロールついてないよね。ああ、よし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 、なんとかついた。あ、浅村選手か。あ、ちょっと待ってちょっと待って、ソフトバンクにしてるやん俺、自チームミスった。うわ、きつ、きつい、きつすぎるこれは。ちょっとやめてこの歌、この音楽やめて。よっしゃ行くぞ、やめて。よしよし、集中集中集中、いけるよ。ここで勝たないとマジで日本一じゃない。うわ、きつい今の。よっしゃ、分かる分かる、全然分かる、分かってる。ビップツーシームとスプリット分かってる。入った入った入った、よし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 、まれ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 。あー、よっしゃ、危ねえ、マジで土壇場に強すぎ打ち。よしよし、こことりあえずめっちゃいい試合してます。ちょっと目しみてる、何これ。玉ねぎ切った後みたいになってる。玉ねぎビップです、どうも。あかん、ちょっと待って、マジでタイム、ちょっとタイム取りたい。タイムすら押せない。よし、あー、くっそ、分かってたのに今。ここでカーブ、斬新斬新。うわー、そっか。まあまあ俺裏でしょ。あ、表か、やばいな。ピッチャー変えます、仕返しますと。あ、うまいわ。はい、うまいです。うん、一言うまい。え、やばっ、何してんの、何してるんすか。あ、うまい。あ、これ絶対走ってくる、絶対走ってくるこの方。
よしよし、いいですいいです、はい、満塁でホームゲッツー狙いましょう。ここは久保選手で行ってみます。まさかの久保選手。いやーめっちゃ緊張してきた。よっとナイスビップ、ナイスビップ。タイピンチは、よしよしよし、これはマジでナイスですよ。よし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 、ここでチェンジアップとか投げてみたり、よっしゃー、ナイスピッチ、ナイスピッチ。どうしようけど、今度はバントしちゃダメですよね。うん、バントはしない。ホームラン打ちたいな、坂本選手で。よし、ヘイ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 。嘘でしょ。抜ける、走る、回れ回れ、ナイスナイスラン、ナイスラン、ナイスラン、浅村選手、ナイスラン。マデュー、うわ打ちそう、やばい。これはまあ変えるでしょうね、さすがに。あの海選手もね、なんかこの前対戦した時負けたんですよ僕。結構打ちにくかったんですよね、意外と。ちょっとやっぱツーシームとフォーク慣れていかないといけないんですよね、リアタイ。ちょっとリアタイやり込んでいこうかな、マジで。これからまだ圏外なんで、僕勝ち星10個ぐらいなんでね。よしよし、いいよ丸選手。 パワーヒッター出てましたっけ。はい、ナイスバッティング。広角打法ついてるから球がギュンギュンいく、うん、球ギュンギュンいくね。ティカ、さっきちょっとねティカ荒ぶったんで、もう今回はシンプルティカでいきます。シンプルティカって何やねん。あー、そっか、高めに来るときは多分ツーシームなんですよ、この方。さっきもマストン投手のときそうやったんで。うほっ、能見選手ストレートは全然遅いから、多分ね呼んでなくても対応できますね。はい、入った入った。あ、惜しい。ティカニッキーミラージュ。ナイスバッティ。ワンちゃん、犬ではありません。久々にいましたね、はい、久々にいました。あー、もう体力ないな。ツーシームの変化量がマジでマイナス2ぐらいだった。よしよし、振らないよ。体力マックスやったら今の振ってましたけどね。よいしょ。うわー、分かってたんですけどね、取られてなかった、マイナス1を呼んでなかった、体力が減ってね。すごい駆使するなこの方。フランスは、フランスはボタン、うわめっちゃ出た、特殊能力やばい。コントロールを見ました今。抜けたんちゃう。よしよしよし、ナイスバッティン。走ろうかな、ジョージ・マッケンジ。初めてです、初登場ジョージ・マッケンジ。チェンジアップだけ注意、ストレートかな次。マッケンジ、あ、うち、不可。球場不可。ロペアン。ツルです。久々です。久々登場人ばっかやな。いや、ホームラン打ちそう。めっちゃ駆使しますやん。駆使やん、駆使。桑原選手は打てる、僕。うん、あ、特殊能力削られたけど桑原選手は打てます。なぜならムービングファーストしか投げる球ないからです。回れ回れ回れ。あ、ランナー無理しなくなったね。よし、これホームラン打ったらコールドですね。いきたいと思います。いやー、じゃあ久保選手続投いきます。とりあえず5点、このランナーを全部返してもいいんで。銀河鉄道39めっちゃいい歌です、ずっと聴いてきた。よし、ゲッツ、ナイスゲッツ。
久保選手はね強いんですよ。なぜかっていうとツーシームフォークチェンジアップがあるんでね、このチェンジアップしかも変化量1なんでタイピンついてないときは打てないです。これ絶対見逃すんですよ。でねちょっとこの辺にストレートとか投げちゃうと詰まるんですよね、うん、詰まってるよこれ、はい詰まってます、うん、詰まってます。でね切れついてるんで一回フォーク投げておきましょうか。ツーシームやと思ってのフォークね。よしで、次はほんまにツーシーム投げます。はい2球目打ちました。はいということでありがとうございました。